こんにちは、小野沢さんのカメラ転売ですか。まあ内容はカメラ転売の話をしてるわけではないっていうね、花江沼さんの動画でございましたけども、まあ何と言いますかね、まあ動画見せてもらって思ったのは、時間が経つば経つほど金を稼ぐスキルって上がんないとダメだなと思ったんですよ。で、10年前の私がね、月収マイナス100万だったところから今は全然違うところに行ってるわけなんですよ。これはお金を稼ぐスキルが上がったってことなんですよね。で、あとは時間もものすごくね、タイムマネジメントの能力も上がったかなと。だから時間に支配されないようになったってことですよね。まあでは夜中に起きるなって話。